今日はうちの会社で、はい、まあ女性の今職人がおるんですよ。どうしても俺は取りたいじゃん。一回頼んでも終わってもらえんので、他の人を取るふりして強引に隠し撮りしちゃおうかな。はいはい、おはようございます。最近 インスタ病でちょっともう目がいかれてるんですけど、やばいですね。もう見えんもん、視界が病気になりますね。この辺声聞こえるけど、はい、どこにおるお前。いや、僕もうちょっと右ですね。もうちょっと右、もうちょっと右です。あ、もうちょっと下っす、もうちょっと下っす。はい、あそこっすね。なんでやねん、なんでやねんって。こんにちは。間違いない。今日はうちの会社で、はい、まあ女性の今職人がおるんですよ。これもう新卒ぐらい、大学出てやろこれ。そうですね、うん、新卒新卒だよね。来てきてるんで。してます、してます。一緒に仕事しましたね。うちの会社入って何年だっけ。2年、丸2年、3年2年、2年じゃないですか。2年ちょうど、はい。で、もともとはもう、それはもちろんパソコンとかそういうね、書類とかも全部ちゃんとやれる人なんで、あの、はい、営業とかプランナー系のことをやっとったんですけど、はい、一回現場やってみたいってことで、現場に入っとるんですけど、何年だ、もう何ヶ月、半年ぐらい多分いますよ。半年ぐらい現場うん、まあやっとるんですよ。で、まあ、はい、さあ、やっぱこういう YouTube やってるから、どうしても俺は撮りたいじゃん。撮りたいですね。なんか花がある。花がある。だから何回頼んでも終わってもらえんので、結構可愛い子だよな。可愛いですね。今日はね、ちょっと物件大きいんで、他の人を撮るふりして、隠し撮りじゃないですか。隠し撮りしちゃおうかな。はいはい。まあ、ちょっとね、さすがに顔を出すと、まあ、俺法的に訴えられるとかね。あ、そうですね。法テラスに行っちゃうとかね。まあ、顧問弁護士おるでいいんだけどね、別に。別に顧問弁護士おるで、社員がゴダゴダ言ってきたくらいね。すぐあのひねりつぶしちゃうんだけどね。顧問団が。俺の顧問弁護士。まあ、強いですからね、顧問団。まあ、行っちゃうんだけど、まあ、ちょっと電話してみようか。まあ、突然アポで、仕事だけ見に来たっていう手でね。お疲れさん、どこにおるの。4階 ?4 階のどっち目。俺見えとる下の。あ、階段か。ちょっとあの仕事ぶり見たいなと思って現場来てるけど、見に行ってみ。じゃあいいってやわんだって思って、仕事見に行くだけだ。動画の撮影じゃないって。記録で撮っとるだけだ。記録で撮っとるだけだ。YouTube 用じゃねえから。まあ一回ちょっとじゃあ行くわ。まあ、とりあえず現場合わせしよう。とりあえず現場合わせしよう。なんかいろいろと。でも無理やり強引やん。強引。ね、行ってみましょうか。まあ、とりあえず見えん。まあ、とりあえず行くわ。多分隠れとんだ俺。よろしく。4階ね。アポイント取れました。アポイント取れました。全然アポイントじゃない。全然アポイントじゃない。ぜひ撮影してほしいってことで。で、ね、私可愛いんでぜひ撮影してほしい。インスタ映えでお願いします。撮影じゃねえわとか言ってましたね。ね、ちょっと行ってみようか。はい、インスタ映えちょっと行きましょうか。お、早速乗ってるわ。早速乗ってます。あ、お、すごい。お、マスクは。マスク配りに来ました。マスク。マスククロース。マスククロス、トリック&トリート。いや、3枚ちょうだい、3枚。はい、マスククロス。シュシュ、また叩かれるけど、まあ、バカだもんね。あ、もう偉いな。もう中に。偉いっすね。今3回。もう3回だけど、おぎょうか、もう疲れたね。これ以上上に上がれよ、お前。あ、おじい。お疲れっす。なんか僕、この場に入りたいな。顔出し OK? 顔出しはダメですか。顔出しダメです。いや。いや、これあの、社内のレクリエーションで流れる、その動画。別に YouTube じゃないから。ただ、俺を撮ってるだけだから。社長だけしか撮ってないもん。社長だけしか撮ってない。社長だけ。どうぞ。実際ちょっと見せて。もう半年ぐらい。どれぐらいだ？まだ1ヶ月。あ、1ヶ月か。1ヶ月か。もうちょっと経ってない？あ、もうちょっと経っとるっすよね。あ、1ヶ月ちょっとっすよね。楽しい。楽しい。ちょっと塗っておく。手止めんでいいよ。塗りながら。ほら、お前なんか女性だから先ほど汚れの間で水着でやるとか言ってた。言ってない。言ったことない。嘘。いいね、やっぱ女性がやるっていいね、塗装が。手さばきがいいっすね。手さばきがいいね。はい。うまいですよ。手さばき結構上手ですよ。あー、でも。あ、1ヶ月半ですごいな。そんなに塗れるようになるんだ。楽しい。そんだけ塗れるようになるな。そうっすね。まあでも小学生でも塗れそうだけどな。経験感謝。誰でも塗れそうだよ。そうだよね。ローラー転がしときゃいいやみたいな。俺も YouTube っぽくなんか、あ、すげえ。あ、YouTube って言っちゃった。社内レクリエーションだから、ね。そうね。今度の新卒作業のね、なんていうのこれ、塗装女子って言うんだろう、土木場とかいうのが雑誌があるじゃん、土木場って言って、なんか土木女子け、なんかそこの系になるの、同じなの、土木場で全部一緒になるの、現場女子じゃないですか、だいたいみんな現場女子っていう、現場女子ってなんか土木場かなんかそういう言葉あるよな。そんな気にしてやってねえよって。そういうの別に憧れたわけじゃないもんな、見とるうちにやりたいってなっていた感じだろ、どっちかっていうと。でも元々ちょっと採用の時にちょっと言ってねえの、分からん、俺だって面接しろ、なぜこれこう見えて俺めちゃくちゃ働いてるからね。俺のツンデレファンの皆さん。でも手さばき上手だな、あ、俺より全然うまいよ。いけそうっすけどね、うん、これちょっとやらしてくださいよ、僕にも。僕なんか、どうそう、いけ、ワンチャンいけそうっすか。いや、いけんでしょ。でいいっすか、ちょっと貸してくださいよ。
全然いいじゃない変わらんすってさ、僕が塗っても変わらんすよ。俺、職長に怒られるし。はい、怒られるし。それは怒られるし。いや、もう8人振っとるやんけ。8人振っとるやんけ。男の権力見せるだし。女ってさ、硬いじゃん。はい。だろう。男ってさ、先輩の言うことは聞かれますね。だろう。中華して。いや、ちょっとやらしい。あ、いいの？お前いいの？いいじゃん。行っちゃうよ。やるだけだろ、ちょっと。お前、職長にいっちゃうよ。行っちゃうよ。いや、塗るだけやん。じゃあ、俺もちょっとなんか、ちょっと塗ってみたいな。いや、でも、まあ、ちょっとやるんだったら、ちょっとやってくださいね。なんで、ちゃんとちゃんと見張っとけよ。はい。ちゃんとやる、ちゃんとやる。ちゃんと一緒に、後ろについてけよ。はい。ちゃんと、全然ちゃんとやる。僕は怒られるんで。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ俺うまいから言っとくけど。ちょ、見とってよ。それで、ほんで俺がジャッジしよう。はい。カメラ。ジャッジしてください。厳しい、やっぱり。お前、いくつだった僕、今年で19です、ね、19だよね、これ現場任されたこともあるんだ、担当にはワンの2、え、お前、出なこぼしはちょ、ブチブチね、すぎじゃん、ちょ、お前ちゃんと指示出せよ、違う、反対側の給料が低いじゃん、あ、これ、調べようかなちょっと、つけすぎじゃん、お前え、もうちょい、した方がいいっすよ、あ、お前、やばいっすね、うおー、ことしとるじゃん、すいません、すいませんだって、あいつは早いけど、別に全然こぼしてかんじゃんでも、これ後で拾えばいいんですよねあ、口ばっかなんで、言うたまにやってこうでも、そう、あいつめちゃくちゃ早いいや、でも初めて1日にしたらどうまあ、まあ、1日なんだなっていう感じ1日だよね、初日なんだな初日、はい、初日にしたらいいだろ、どうじゃない全然濡れてないですよここから見てください僕もマジひどいですよ違う違う、それ最後にこれやばいじゃん、お前いや、濡れ込まれていかんすよ、それは最後に濡れ込んでこなかったことだって、全部後ついちゃうんだそうです一回に行ってもらうと、お前これで乾いたらもうこれ乾いたら終わりだぞいや今ちょっとあのやばいやばいやばいあいつもめちゃくちゃ早いじゃん視聴者の皆さんごめんねあいつって言わんだけどちょっと名前呼ぶと D が毎回出る中で編集に怒られるで本当はあいつって言わんからよ本当は俺画面の外でめちゃくちゃいい人だからなそうだろいやそれなんか満載やんけどう思う一いやこれ多分あと残っちゃうぞ伸ばしすぎもダメですけど、伸ばさんのもダメですよ。あ、そういうこと？伸ばしすぎも良くないんだ。伸ばしすぎも、あ、薄くすぎるのもいかんし、はい、濃すぎるのも結構難しいね、ローラーも。そうですよ。子供の時にとは。縦横縦横でやっときゃいいんじゃないの？まあ、ただミニコンピューターと一緒だろう。縦横なんでもいいんで手を動かしてみよう。お前が塗りたいって言ったんだもん。なんでもいいでお前手を動かしてない。あちょっとあでもこっちは塗れんのか手が足りんかいあ、脚立使えばあ、こっち塗ってよちょっといいですかもうちょっと飽きたっすねなんだよノーカットでやっても5分ぐらいだぞお前ちょっといやらしいよ俺の目の高さにおけつが来るもんちょっとなんか視聴者的にまずいわ俺なんかまた言われちゃうなあーもう全然次は違うなやっぱでも女の子が塗るとやっぱ様になるっすね引いてあげていい後ろ姿だったらいいな何がムカつくって俺ミッチーにフォロワー4人負けとるで毎朝ショートメッセージで確認する毎朝写真送られてくるフォロワーの写真スクショして俺送るんだお金にそういう時に限ったらもうスクショして送り返すのめちゃくちゃ早いこういうとこいいんすかこれもう塗り込んでちゃっていいんすか塗り込んでほしいですねあんまり用事入ってっちゃうんだよ塗ってもいいのあ塗っても大丈夫です最悪まあブリッキング直しますってあはい削ってます何でお前ほら何歳お前10個下ぐらいだろ10個下だろ10個下にケツ吹かれたから全然楽しい全然もう嫌だなーってな嫌だなんかもう完成に2回ぐらい経験しとる最初から入って最初から入ってっていうのはちゃんとした現場1件ぐらいですかこれこういうところはいいのダメですダメ込んでからあとで全部アウトのところとか塗り込んでほしいですよ塗り込んでほしいはいそれでそんなの俺でも分からんすはい俺でも分からん社長だね一応俺でもっていう言葉は面白い一応とっさえの社長だね俺YouTube ばっかやってる人いやそう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 やってやったから最初にやらないのかこれそうですね最初でも持ってこいやこのカメラ的にちょっと愛の共同作業じゃないですか下は僕に任せてください全然やいいねだよねやっぱねこうやって女性と和気あいあいやってな楽しいよなブリキ君ちゃんと見てつやとここも多い残しのこと多いだろ多くないちょっと多いですねじゃああのヒーブリキ残しやっていいはいブリキ残しヒーブリキ残しハロー YouTube どうハロー YouTube ハロー YouTube 分かりましたはいじゃあもう俺インスタントで何回も
お前楽しいな毎日女の子と勉強できてな。はい、それ違いない。ちなみに俺らがやっとって後ろで働かせるんだじゃなくて、あのあれだからね、顔出し NG でちょっと後ろで寝といてくれって言ってるんで、ちょっとあれですけど、まあ今女性も本当に早い、あの多いし、やっぱ女性って結構やっぱこんなに1ヶ月だけども、やっぱちょっと力がないかなって見とって思うけど、でも実は早いな。そのまあ要所要所で男が助け合うところ、でも女性の方が綺麗っていうもんな。そうですね。キロ、はい、お前が不器用だけじゃないの、誰がブリキってやだなって思ってます。そんな感じです。まあ今これね、実際に後ろでどうですけど、まあ本当、はい、まあ、女の子塗装で女の子やりたいなんていう、俺はまた来てほしいけど、まあ視聴者いなかったわ、はい、ついでに言ったら男の子でも欲しいな、 YouTube 出てもいい、そうですね、もう男で YouTube 出てもいいっていう人ね、はい、だったら来てほしいな。そうですね、まあこうやって可愛い女の子と一緒にいれますので、はい、なあ、お前いやらしいぞ、お前とても19歳の顔じゃなかったらカメラで浮かんで、お前その顔見せてに19歳の目じゃねえ、もうな、お前変だったんだ。じゃあぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また見てね。Yeah.